さあこのゲームでも屈指のゲーム速度のカードじゃないでしょうか。ステージアッププランド。さあ白ファルコンがダノ選手、青ファルコンがハワイアン横綱選手ですね。長いハワイアン横綱さん、さあこの1点読みの屈したビターが高いですね。非常にファルコンはこういう風に読み合いから軽く乗ってくる。横 B でビター、そしても膝、この膝の力。さあ序盤中盤終盤隙がない技ですね。膝、さあうまい。そしてしかしこれはベクトルが、さあ抱き合いながらお互い死んでいった。悲しみに暮れる2人。しかしストックは完全に1ストック出ただけになりましたね。さあ内側を読んで空下を出していく。ロータリーお互いブンブン振りながら上投げからの呼び合いはその場つかみ掴んでいく。投げループが始まっていく。さあ確認から膝を出していくが当たらず、ロータリーから受け身を失敗したのを読んでアピロに振り返る。膝、さあ一瞬でストックが取れますからね。このカード読み合いを制す方が勝つのか。上投げ確認している。さあダノ選手、前回シュラブラ王者見せてくれるか。横火後すきは少ない思ったより。さあロータリー長いですね。ファルコンキックとさあ下 B で移動してから横火で戻ってくる。まるでシャトルランのような立ち回り。空下空後ろお互いガードしている。さあ弱発生してしまったのでこれは読んで確認からの、さあこれは横 B から下は当たらず崖を左寄りから空後ろ落としていく。さあ強気リバサ横 B 当たってしまえば軽く取れるので外出して、そしてでかい。さあ再び抱きついてゴッドだのー。これは痛い。さあ焦るかのようなステップを華麗なステップを見せていく。横 B 積極的に狙っていく。このファルコンよく当たらず下投げから膝を読んで出していく。前読みの膝かすり当て、さあ回避よけてロータリーお互い振り合っている。1ストック同士、さあもう当たってしまえばストックがその瞬間に来る可能性がある。さあ倒すことできるか。読みを外して上根を出していく。ロータリーと相打ちになってなんとか王は逃れたが、ロータリーの差し合いになっていく。この投げで、さあ膝が繋がるかと思ったんですが、上から置き攻めだ。さあ外側になっている。さあ上からしまうとかすりから内側を読んで投資がうまい。さあハワイアン横綱選手、前回シュラブラ王者ダノ選手を1本取っていく選手でしていく。ハワイアン横綱選手どうやら海外勢っぽいですね。ちょっと今ちゃんと顔見ました。さあ独特な横 B の使い方ですね。結構、まあ、当たればリターンはあるんですけど、なかなか振りづらい技ではあるので、避けられてしまうとかなり隙がでかいんで、ガードさせてればまあといったところなんですけど。さあロータリーを振り合って掴んで、 今のように転がりの置けてしまうモーションがあるので隙がでかいですね。さあダノ選手取り返せるか。さあその場読みの膝は通らず基礎氏の膝に行く。上前からジャックから大きめの読み合いは、さあほぼパーセントコムの展開。前投げでハワイアン横綱プレッシャーをかけていく。さあスマを出していく。強気な横身、いや確かにこの横身の使い方当たれば強い。さあダノ選手あまり対処できてなさそうな匂いがしますね。さあここから対処の対策に行きたい。ダウンしてしまうと、さああれが強いですよね。受け身を見せてしまうとその膝が隠れてしまう。このゲームスピードなんで非常に難しいですね。さあ内側読みの膝を置いていく。さあ膝であれはおそらく膝を当てて内側の壁に当てて
まあ事故らせようというテーパーで銀歩を狙った選択ですね。さあバセットゴムだね、回復した当たらず。さあ今さよコビ当たらなく立ち回っていきたいところ、ダノン空襲当たらずジャックで、さあホントゴムですね。ジャックのあたりがちょうどいい高さで当たってしまったんで、そこから膝が赤くて膝やり返していく、気合のこもった足に差し込んだスタンガンが広く 18% くえくえ、うまい。いやこれはえテクすぎ、しかし普通に阻止してほしかったが、さあ余裕かましている。横 B をガキキャンしながら、ガキキャンエッジキャンセルしながら大回りしてますね。面白いですね、実際に立ち回りで使ってるのはなかなか。さあ本当速いゲームスピード、このキャラ特に速いですからね。さあ内読みの空下は通らず、さあ宇宙ニュートラルの振り方のうまさでかなり違いますからね。あーっと決め目クエスタクエスタ来たー、ファルコンキックなんとか帰ってくる。ダノンまだワンチャンをつかみ取れるか。さあシナヤスですね、このゲームも生きていれば、あー読まれているがなんとか生きている。クエスタ一生再び追いつかれてしまって、クエスタまだ生きている。上からあー固めがひどい、クエで激痛アピールまで決められて、ダノ選手でここで敗者側に落とされてしまう。